セカクラ都市伝説スペシャル第3弾、世界の都市伝説総力を挙げて大調査。メキシコで再び宇宙人の謎に迫る。すると宇宙人、なんと妖精宇宙人のミイラが。世界で初めて CT 解析、衝撃の結果に。アメリカでは下半身だけで走る謎の生物が。映像に隠されたトリックを暴く。下された結論は、アルカポネが地下に隠した謎の巨大金庫。全米最強の鍵開け師が挑む。100年以上地下に埋められていた理由とは。さらにナチスの秘密基地に眠る黄金列車を探す。世界比べてみたら3時間スペシャル、水曜夜7時。